日本の F3 戦闘機開発2について、新しい動きがあったようですね。本部をロンドンに設立することで、3カ国間で調整を進めているということです。今回は、ロンドン本部に設立によって加速していく次期戦闘機開発について見ていきたいと思います。産油国サウジアラビアが参加を熱心にアピールしていますが、スウェーデンが参加するという情報もあるようです。2022年12月初旬、日本はイギリスとイタリアとの3カ国で次世代戦闘機の開発を進めると発表しました。以前からイギリスとイタリア、スウェーデンの3カ国でテンペスト計画という次世代戦闘機開発計画を推進していた経緯がありました。実は日本がそちらへ参加するように促されていたこともあったようです。しかし、当時の次世代戦闘機開発の本命は従来通りアメリカと同国企業との共同開発が当然と考えられていたので、テンペスト計画へ日本が合流することはあくまでも可能性の一つという見方が大半を占めていました。実際のところ、次世代戦闘機開発は日本が主導権を発揮していくと唱えられてはいましたが、完全に国産化できない現実を考慮して、アメリカのロッキード・マーチン社を技術支援先企業とする方向が有力視されていました。日本の次世代戦闘機は F2 戦闘機の後継機と位置づけられていましたが、この機体は空自が運用している日本とアメリカの共同開発によって生産された機体なのです。 F2 戦闘機は退役開始が2035年に予定されているので、それまでに後継機の配備が絶対的必要条件になっていました。アメリカ側は日本が希望する次世代戦闘機配備期間を考えた上で、ロッキード・マーチン社が手掛けた F2 にラプターと F3 ゴライトニング2という2機の折衷案を提示したと言われています。とはいうものの、アメリカ側の提案は、現行の第5世代戦闘機の延長線上にあるわけなので、日本は難色を示しました。日本としては、可能なら、アメリカが開発中の第6世代戦闘機 NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスの機能が欲しかったのです。コンピュータが良い例ですが、やはり、マシンは、新しいものが望ましいですよね。空自で運用中の F2 戦闘機は約90機で、代替機となる次世代戦闘機の収益目標時期は、前述の通り2035年だったのですが、この時期は、アメリカの NGAD とは、大きな隔たりがあったのです。アメリカの NGAD は、すでにテスト飛行は終わっていると、当時の空軍次官補がコメントしましたが、現状での実戦配備は、早くても2040年代ではないかと見られているのです。日本の予定より5年以上も遅いですね。ですから、アメリカとしては、F2 戦闘機を同数で代替すると仮定した場合、90機程度の少ない生産数しかない日本の次世代戦闘機開発に、わざわざ NGAD を関与させてもメリットは少ないと判断したと推測されます。そもそも、アメリカから見た場合、日本の次世代戦闘機の使用は、第5世代戦闘機のアップデートで対応可能な範囲に止まると判断されるので、NGAD が目指している第6世代戦闘機とは噛み合わない部分があったとも言われているようです。要するに、この事業にはうま味が薄いと分析したということでしょう。いずれにしても、日本とアメリカの2国は、日本が求める次世代戦闘機の使用、要件、性能について、共同開発しても、互いにメリットが見出せないと明らかになったため、日本は、別の選択肢を余儀なくされたのでした。そして浮上したのが、イギリスと傘下の BAE システムズ社で進められてきたテンペスト計画への合流です。イギリスも、空軍の主力戦闘機ユーロファイタータイフーンの代替機を2035年から実戦配備する計画を立てていました。次世代戦闘機の収益時期が同じ2035年という一致が、日本とイギリスが急速に接近するポイントになったことが容易に想像できますよね。つまり、スケジュールを中心とした共通点から、相互にメリットが生じた結果というわけでしょう。また、日本とイギリスとは、立地でも共通点が少なからずあるのです。地図を見れば、
一目瞭然、両国とも四方を海に囲まれている島国なので、次世代戦闘機は仮想敵国の艦艇の接近阻止を目的とし、対艦兵装の充実を図りたいという点でも一致していたようです。ただし、現状の航空戦力を考えると、日本とイギリスでは少し事情が異なります。日本は、いわゆる第5世代機の F-35 ライトニング 2A 型を、現時点で105機程度所有し、主力として運用する方向です。それに対して、イギリスは、F-35 ライトニング2の A 型は購入しないで、現行の主力戦闘機は第4世代機のユーロファイタータイフーンですから、戦闘機の近代化を進める必要度は日本よりも高いと推測されます。ユーロファイタータイフーン派、イギリス、ドイツ、イタリア、スペインのヨーロッパの4カ国が共同開発した機体です。イギリスは160機、イタリアは96機調達していて、空軍の主力戦闘機になっているのです。ちなみに、イギリスは、F-35 ライトニング2については、クイーン・エリザベス級航空母艦の艦載機として、B 型のみを48機調達している最中ですが、日本のように A 型は調達していません。イタリアの場合、空軍が A 型60機、B 型15機、海軍は B 型15機を調達する計画ですが、予算が許せ、バビー型を空軍40機、海軍62機まで調達数を増やす可能性もあるようですから、もしそうなれば、日本以上の保有数になるかもしれませんね。このように見てみると、経済的規模を考えると、イタリアは、ユーロファイタータイフーン、F-35 ライトニングにともに、割と多くの数を調達、配備しようと考えているように感じられます。失礼ながら、無理していませんか？と質問したくなるのは筆者だけでしょうか？逆に、イギリスは F-35 ライトニング 2A 型を調達する予定はありません。今後の航空戦力強化を考えると、日本とイタリアとの GCAP における有人機開発に重点を置いていることは間違いないと見られます。テンペスト計画発足時点では、イギリスとイタリアにスウェーデンも参加していましたが、スウェーデンはこの計画で生産される戦闘機を購入することまでは決めておらず、開発を通して得られる技術習得が最大目標としていたと見られています。しかし、スウェーデンは2022年2月のロシアのウクライナへの侵攻の余波で、NATO への加盟を申請する状況にまで追い込まれました。トルコの反対で遅れていますが、加盟の合意は大筋で得ていますから、間もなく実現すると思われます。この動きと並行して、スウェーデンが正式に GCAP にも参画する可能性が示唆されているようですが、今のところ目立った動きは伝えられてはいないようです。2023年8月、新しい動きが聞こえてきました。中東のサウジアラビアが GCAP に参画を希望しているという報道です。これには、日本が難色を示していると思われているようです。日本とは異なり、イギリスとイタリアは、莫大な資金力を持つサウジアラビアの参画を前向きに捉えているという情報もありましたが、イタリアで GCAP の主管企業であるレオナルド社は、このような見方を否定しているそうです。というわけで、現時点での GCAP へのサウジアラビアの参画も不透明です。オイルダラーをバックに、巨大な資産を持つ金持ち国には、完成品を購入してもらう程度の関与に止めてもらいたいんですよね。サウジアラビアは、中東の大国で、イスラム圏にも大きい影響力を持っていますし、その主力で、兵器開発というのは、ちょっと気味が悪いと感じてしまいませんか？
海上自衛隊最新鋭潜水艦タイゲイ型の配備が続々と進む中、7番艦の起工式が三菱重工で行われたとの情報をキャッチしました。今回は、タイゲイ型潜水艦3番艦ジンゲイが横須賀配備で、世界最強化を詳しく見ていきますね。潜水艦を、振り込みに舵を切った防衛省、ネックなのは、現地建造でしょうか。台湾の潜水艦が、タイゲイの小型版に見えるのは私だけでしょうか。タイゲイ型は、まだまだ進化していきますね。海底 900M から18式魚雷マジでやばい。最後まで見てくださいね。2023年度末にあたる2024年3月8日、海上自衛隊の要の戦力の一つである潜水艦隊に最新型のタイゲイ型の3番艦のジンゲイが加わり、神奈川県は横須賀基地を母港とする第2潜水隊群第4潜水隊に実戦配備された。2022年から海上自衛隊では潜水艦隊の22隻体制を確立させており、基本的には毎年1隻ずつが収益を果たす代わりに、旧型の潜水艦を1隻退役させるかもしくは、練習用潜水艦への監視の変更を行うことで実戦配備数を保持している。海上自衛隊内での潜水艦隊の実戦配備数の状態は、今回のジンゲイを含めて、神奈川県の横須賀基地が10隻、広島県の5基地が12隻という配分となっており、大きく、日本列島を東西でカバーする形となっている。ちなみに、今回のタイゲイ型の3番艦である、ジンゲイの建造を行ったのは三菱重工業者の神戸造船所であり、同所は、太平洋戦争後の日本において、このジンゲイの完成をもって、ちょうど30隻という、節目の建造を行った状態となった。三菱重工業者と並んで、海上自衛隊の潜水艦建造を担っているのは、川崎重工業者の神戸工場であり、くしくも、日本の現在の潜水艦は、いずれも神戸から生み出される体制であり、両社が、学年で新造艦を収益させている。この度、無事実戦配備を果たした、ジンゲイは、タイゲイ型の3番艦である、ことは前述した通りだが、この点だけを捉えて、例年通りの配備が行われたと考えれば、内訳は、最も古い親潮型が7隻、前級の、総流型が12隻、最新鋭のタイゲイ型が3隻と思われるかもしれない。しかし、実際には、今回のジンゲイの実戦配備では、内訳は、親潮型8隻、総流型12隻、タイゲイ型2隻で22隻体制となっており、昨年2023年と変わらない布陣のバランスとなっている状況である。最新型のタイゲイ型のジンゲイが戦列に加わったにもかかわらず、なぜ、昨年までの分布と同様な構成なのかといえば、今回は、最も旧式な親潮型が外れるのではなく、2022年に収益したタイゲイ型の一番艦にして、ネームシップのタイゲイが外れたためである。では、なぜ、最新鋭であるタイゲイ型の一番艦、タイゲイが実戦配備を外れたのかといえば、同艦は、今後の新型潜水艦を建造する上で、各種の試験を担う試験潜水艦へと、艦種の変更が行われたためというのが、その理由である。従来の海上自衛隊の潜水艦においては、次期潜水艦の開発を進める上で必要となる試験潜水艦という役割は、特定の艦艇を指定するのではなく、実戦配備中の艦艇が、持ち回りで、その任務も行う手法で行われてきた。したがって、今回から、初の専任としての試験潜水艦へと艦種変更が行われたタイゲイが022年に収益し、実戦配備22隻体制を確立したとはいえ、それらの中で稼働する艦艇は、試験潜水艦としての任務を持ち回りで兼務する状態であった。これが、今回、専任艦として、タイゲイを、実戦潜配備の22隻体制の枠組みの中から外した存在とできたことで、実質的に、見かけの上では、同じ22隻体制の潜水艦隊とはいえ、内容としては体制を強化したと言ってよいだろう。タイゲイ型は、海上自衛隊の中で、最新鋭の潜水艦であるとはいえ、その、外観や機能や機関部の構成といった主要素は、前級である、総流型を発展、拡大したいわば、
その延長線上にある艦艇と考えて差し支えないと思われる。しかし、今後の次期潜水艦では、その外観や機能について、抜本的に刷新された純粋な新型艦となることが予期されており、その実現を図る目的で、最新型であるタイゲイが、あえて、初の専任の試験潜水艦に抜擢されたと見るべきなのだろう。さて、今回、実戦配備の運びとなったジンゲイだが、最新鋭のタイゲイ型の一隻として、公表されたスペックは、基準排水量が約3000トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、深さが 10.4 メートルという規模となっている。この艦隊に、ジンゲイ派通常動力型の攻撃型潜水艦として、従来通りのディーゼルエレクトリック方式を採用しており、川崎重工業社製の 12V2525SB ディーゼル機関を2機と、モーター、そしてリチウムイオン製の蓄電池を搭載している。この機関構成自体も、毎級である、そう、竜型の最終の2隻である、11番艦以後の形式を踏襲しており、それらで実現された、世界初の実用化された、リチウムイオン蓄電池搭載の量産型潜水艦という仕様である。ちなみに、タイゲイ型のベースとなった、総竜型の場合、最終の2隻は、基準排水量が2950トン、水中排水量が4200トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、深さが 10.3 メートルと公表されており、わずかに小型であることが伺える。さらに、初期型の、そう、流型の10隻が後期型2隻と異なる数値である点は、基準排水量が50トン少ない2900トンであるという部分のみであり、この点を考慮しても、そう、流型とタイゲイ型に、規模的な部分での乖離は小さい。水中排水量が4000トンを超過する艦隊というのは、通常動力型の潜水艦としては、世界的に見ても、最大の規模であるといえ、この分野に限れば、海上自衛隊の潜水艦隊は、非常に優れた艦艇であることに、異論の余地はないだろう。今回のジンゲイをはじめ、海上自衛隊の潜水艦は、攻撃型の通常動力型潜水艦としては、標準的な兵装が施されており、その主兵装には、艦首部に設置された 533mm の魚雷発射管6門が搭載される形式となっている。ジンゲイは、この 533mm 魚雷発射管6門から、最新型の潜水艦搭載用の長魚雷である18式超魚雷を運用することが想定されており、同魚雷は、一つ、前の89式超魚雷を更新する兵装として、2021年度の末から配備が行われている模様だ。18式超魚雷は、従来の89式超魚雷に比して、デコイ等の敵の目標艦艇からの妨害手段に対処する能力の向上が図られているといい、かつ、比較的に水深が浅い沿岸部や、東シナ海といった海域での運用を視野に入れて開発されたと目されている。この点からも、海上自衛隊の潜水艦隊が、今や、日本の最大の仮想敵国となった中国を念頭に置き、有事の際の主戦場となる海域が、東シナ海や中国沿岸部を想定していることが伺え、目標には、水上艦と潜水艦の両方が含まれている。また、533mm 魚雷発射艦からは、アメリカのマクドネル・ダグラス社製の対艦ミサイルである、潜水艦発射型の UGM-84 ハープンミサイルも運用が可能であり、同ミサイルのブロック2と呼ばれる L 型は、限定的ながら一部で対地攻撃用途にも対応しているとされている。この UGM-84 リッターハープンミサイルブロック2の最大射程はおよそ 250km 弱と言われており、昨今の日本では、敵元攻撃能力を、政治的には反撃能力と表現して、その保有の正当性が打ち出された状況となっている。しかし、すでに、UGM-84 リッターハープンミサイルブロック2においては、限定的で長射程とは言えないまでも、その能力を有しているわけで、南西諸島の防衛に向けては、複数開発や調達中のスタンドオフミサイルをカバーする兵装と言えるかもしれない。ジンゲイを含むタイゲイ型は、
機関の最大出力はおよそ6000馬力、水中の最大速力は20ノットと召されており、この数値も従来の親潮型や双流型に比して向上したとは言い難いが、通常動力型の攻撃型潜水艦としては世界でも有数ではあるだろう。日本の海上自衛隊の潜水艦の最大の特徴は、通常動力型の潜水艦として、原子力潜水艦では、到達が困難な静粛性にあると言われているが、実際に、有事の際に、こうした兵装を使用すれば、その位置が特定されることの回避は難しいとは思われる。中国海警局の動きが、尖閣諸島と南シナ海スカボロー礁でさらにエスカレートし、アメリカが大激怒との情報をキャッチしました。今回は、中国海警局の対応と、尖閣諸島とスカボロー礁の動きを追っていきますね。スカボロー礁は、日本の尖閣の未来の状態かもしれません。そこにあるのは、現在のフィリピンに対する海警局の動きです。またまた、サンゴを、埋め立てのために放出しているとの話も出てきました。国連常任理事国のすることかな。最後まで見てくださいね。フィリピン当局は、4月30日、中国と領有権を争っている南シナ海のスカボロー礁、中国名、キーワ島周辺で、中国海警局などの船が、フィリピン船2隻への衝突や放水を繰り返したため、2隻とも損傷したと発表しました。発表によると、同日午前10時頃、漁船に食料や燃料を提供する任務についていたフィリピン船2隻に向け、中国の海峡船など10隻が高圧放水を行ったとのこと。フィリピン船は、8回以上の放水と3回の衝突を受け、手すりなどが損傷したそうです。フィリピン側は、フィリピンが自国の排他的経済水域 EEZ 内で合法的な活動を行っていることを無視した無責任な違法行動と声明を出して非難しました。対する中国海警局報道官は、同日、早速、不法侵入に対して必要な措置を取っただけだと正当化する談話を発表しました。日本での事件を紹介します。石垣市は、4月27日、尖閣諸島の海洋調査を行ったそうです。その際、中国海警局の艦船から調査船まで約 1km 距離に接近されました。昨年1月に実施した2回目の調査では、中国艦船は調査船から目視が困難なくらいの距離を空けて追跡されていたようです。つまり、今回の調査に対して中国側がより強硬に対応してきた可能性があると見る向きもいるようです。この日は、調査船に、防衛省経験者の稲田衆院議員などの国会議員が乗船していることが公表されていたため、メンバーの一人青山参院議員は、中国側が情報を得て、日本の国会議員が多く乗っていたので、圧迫してきたという推測を示したそうです。海上保安庁は、領海侵入した中国艦船2隻に対し、巡視船を10隻以上動員、進路規制などを行い、中国による調査の妨害を阻止しました。前出の青山氏によれば、調査船がドローンを飛ばした際、中国艦船が飛行ルートの下に先回りするような行動を取ったため、彼はドローンが撃墜される危険性があったと話しました。また、中国側は尖閣周辺の海底などを熟知していますが、日本は海底調査を行っていないとして、政府の対応を求めたそうです。乗船したメンバーの一人和田衆院議員は、調査船を妨害するような中国艦船の行動に、尖閣が本当に
日本の施政下にあるのだろうか。我々の領土を守るため、今後は積極的に施策を打ち出すべきと強く主張したとか。こういった中国の行動に対するネット上の意見を見てみます。日本やアメリカは、一体、いつまでフィリピンに孤軍奮戦させるつもりなのか？今回の事例は、中国による国際法違反というだけではなく、巡視艇が損傷するほどの高圧放水や物理的な衝突をしたことは、立派な攻撃であり軍事活動ではないか。独裁国家は、民主国家の躊躇、決断の遅さ、外交的不作為につけ込んで、悪用する。放置すれば、さらなる侵略を進めるだろう。それが、歴史の教訓ということじゃないか。アメリカは、中国を批判はしても、フィリピン側に立って対応することは絶対ない。フィリピンと軍事協定を結んでいるのにもかかわらず、結局、アメリカは中国との戦争は何があっても回避したいということ。中国にそれを見透かされているからこそ、中国はフィリピンにこういった行為を繰り返して、フィリピンを島から追い出そうとするんだろう。中国のやり方を見て、ロシアや北朝鮮以外の親中派国が、これじゃ、中国とはうまくやっていけないと発言するのなら、中国も強硬な態度を変えるかもしれないけど、中国から、経済的な恩恵を受けている国は、正義より自国が大事なのは当然。となると、日本も危険だと思う。例えば、中国軍が尖閣に上陸して既成事実を積み重ねても、アメリカは排除しようと動きはしないと思う。すぐにでも、中国の決断次第で尖閣に上陸される可能性がある。しかし、そうなったとしても、海上保安庁も自衛隊員も動けないだろう。明日は我が身。フィリピンほどの気概があれば、中国が尖閣諸島でこれほどに我が物顔のやりたい放題はできないはずなんですけどね。いずれ中国は必ず行動を起こすだろう。だからといって無人島の争いごとにアメリカが出動するのはありえない。もし虎が現実化したら 100% ない。アメリカ軍を引っ張り出すにはまず日本が流血覚悟の気概で中国と対峙、日本の尖閣への上陸作戦を成功させなければならないことになる。日本が尖閣に駐屯すれば不任ではなくなるし、中国が再度の上陸とばかりに火器を使ってきたら、アメリカ軍も重い腰を上げざるを得ないだろう。それまでは、日本の得意とする移管砲をアメリカ軍も撃ってはくれるだろうけど、そこまででしかない。もっとも、日本の移管砲とは違って、空砲だったとしてもアメリカ製なら煙ぐらいは出るだろうね。だからといって、そんなものに中国がビビってくれるとは思えませんが。この件だけでなく、中国や韓国野党の言動や行動に対し移管砲でしか対応しないのはどうしてでしょう？もっと厳しく対応すべきでは？時には、中国の海上警備船との体当たりの上、自国領土への侵犯行為として、打破すると宣言するぐらいの気概を見せてくれても、と思うんですよね。韓国の竹島上陸に対しては、自国領土への度重なる侵略行為として、しっかりとした対抗策を講じるべきではないかとも思う。例えば、強硬派の日本の政治家たちも竹島に上陸するとか。今まで国民相手に勇ましいことは言ってますが、実行したことはありませんよね。言葉通り、一歩も引かない覚悟を見せていただきたいものですよ。まず海より始めよってね。政治家がお手本を見せてくれなきゃ。石垣氏が企画しチャーターした調査船に自発的に乗っていた国会議員。つまりは個人参加でしょうか？料金は、どこから出たのかは明らかにしていませんよね。日本政府が仕立てた公船ではないことになっていますが、日本政府の関与は、領域内での自国民の活動の安全を確保するため、海上保安庁の警護活動だけです。海保は、今回も海峡を寄せ付けず、放水、接触といった事故の発生を防いで安全を確保し、日本政府の実効支配をしっかり見せつけてくれたという声も聞きました。
この石垣市の調査船にはメディアクルーが乗船したり、ドローンの搭載もあったようです。フィリピンの南沙のような事件を期待しているとは考えたくありませんが、メディアの活動が中国や日本政府に向けた政治的挑発、もしくは自己顕示だったんじゃないかという意見もあるようですが、今や御用機関に課したようなメディアに、そんな気概があるでしょうか。あったらむしろ喜ばしいと思いますけど。概要で、1000トン以上の船舶が一定の進路速力ではなく、不規則な航行で 1000M まで接近するのは、極めて危険な状態と言われています。しかしながら、海軍や法執行機関の艦船が、対象国などの船舶に対し、監視や法執行を行う際には、1000M という距離まで近づくことはあり得ることですし、国会議員がいたからというのは、少しうがった見方では?国会議員が乗っているから、少し嫌がらせしてやろうぐらいは考えたのかもしれませんけどね。もう一つ、海峡船が、日本のドローンを撃墜するかもしれないという不安を訴えた議員がいたようですけど、海峡船の対空能力、そもそも海峡船は軍艦じゃないので、対空戦という概念もスペックも持ってませんわ。軍艦に比べて極めて限定的ですし、調査船から魚釣島にドローンを飛ばしたとしても、海峡船の上空を飛ばない限り、撃ち落とされる危険はありませんから、心配ご無用でした。